阪神ファンさん、渡辺謙のツイートにブチギレ。キレる要素なくね？なんでキレてんの？マジでどこが問題なのかわからん。普通じゃね。絵文字が不謹慎とのこと。阪神ファン余裕なさすぎやろ。ちょっと草。涙出てるから悲しい絵文字だと思ったと思うと草生えるわ。こいつらイライラするためにツイッターしてそう。おじさんだから絵文字の使い方がおかしいんやろ。阪神優勝や、V やねん。絵文字警察だ。まったく世の中の文字は小さい。おじいさんに絵文字なんかわかるわけないだろ。丁重に扱え。ネットで噛みつけるネタを常に嗅ぎ回ってそう。もはや阪神でなくても良さそう。渡辺謙はどんでんに決まった時に喜び、ツイートして以来あの信者に粘着されてるからな。ワイの彼女もこの絵文字使ったら一回、勘ぐってきたことあるわ、なんで笑ってるのって。おじさん公文やん、いちいち怒りな。ただ因縁つけてるだけやな。なんでも文句言いたがる連中増えすぎやな。せちがらい世の中や。